腰痛予防のながらでできるものを今日やってみましょうか。これ仰向けになるのでちょっと、はい、寝そべってみましょうか。ぐっと仰向けてみてください、はい、頭気をつけて、はい、そうです。で膝をそう立てたまま、はい、両膝を右にまず倒してください。ぐーっとゆっくり倒していく。はい、つけたまま倒して、体の上のところは残したままです。1、2、3、4、5。はい、ゆっくり戻します。はい、膝立てて、今度そのまま反対側に倒してください。ゆっくり倒してください。はい、そのまま数えます。1、2、3、4、5。はい、ゆっくり戻してください。はい、椅子に座りましょうか。右から行きたいと思います。右の足を左の上に乗っけてください。はい、そうです。それで右手を膝の上に置いてちょっと押す感じですね、はい、で背筋を伸ばしたまま上体を前に倒します。じゃあゆっくり行きましょうか。ぐーっと倒してください。はい、あー伸びてますねこれは。はい、1、2、3、4、5。はい、ゆっくり戻してください。今度反対の足にしてみましょうか。じゃあ右を下ろして左を上に乗っけて、でお皿の膝頭を持ってください。はい、ぐっと下に軽く押さえて、で上体を背筋伸ばしたまま倒しましょう前に。はい、ゆっくり倒して、倒しきったところで数えます。1、2、3、4、5。はい、ゆっくり戻します。よかったら CBC テレビのチャンネル登録のボタンを押してみてください。動画のコメントでお悩みも募集しています。そしてすぐに使える健康法が満載の元気の時間は毎週日曜日の朝7時から CBC TBS 系列にて放送中です。チェックお願いします。